高須志郎は、日本の海軍軍人。海兵35期。最終階級は、海軍大将。1884年10月27日、茨城県に生まれる。旧正土浦中学校を経て、1907年11月20日、海軍兵学校35期を卒業。1917年12月1日、海軍大学高校主学生。 1923年6月1日、在イギリス大使館付部官補佐官。1932年5月15日、5.15事件発生。高須は、軍令部出資権海軍省出資として、この事件の海軍側関係者を裁く、軍法会議の藩市長を務めた。藩市長を務めた5.15事件の裁判で一人も死刑を出さなかったことが、 あとの2.26事件の誘因になったという批判を終正期にやみ、死去直前にも死刑者を出すことで、海軍内に決定的な亀裂が生じることを避けたかっただけだと家族に共駐を吐露していた。5.15事件後の政党政治の崩壊を嘆いた。高須はともひで派であったため、日独位三国軍事同盟や日米海戦に反対していた。1937年。 日中戦争勃発。第一航空戦隊司令官として、上海地区で陸戦隊を支援する。後には、中満海軍部の最後の司令官として、在地海軍兵力と満州帝国海上部隊を統一指揮した。1938年11月15日、海軍中将に昇進、海軍大学校校長に任命。1939年9月29日、 第五艦隊司令長官。南四方面の封鎖作戦を担当。11月15日、第二次開艦隊司令長官。北部仏院真中の際は、平和真中方針を無視した富永教授らの行動に反発し、護衛艦艇を引き上げる強行手段を取った。1940年11月15日、第四艦隊長官に任命。 1941年6月17日、君一等随法省受賞。従来連合艦隊司令部が兼任していた第一艦隊司令部の独立に伴い、8月11日、第一艦隊司令長官。12月、太平洋戦争開戦。第一艦隊は戦場に恵まれず、呉艦隊、柱島艦隊と揶揄された。1942年9月15日、 南西方面艦隊司令長官。県第2南図海艦隊司令長官。1943年9月20日、県第13航空艦隊司令長官。1944年3月1日、海軍大将に昇進。1944年4月2日、連合艦隊司令長官、小上根一大将が行方不明になる事件が起こり、自席指揮官である。 南西方面艦隊司令長官の高須が連合艦隊の指揮を取ることが発令された。高須は敵の作戦目的を西部ニューギニアに対し上陸を起としている高三大と推察しており4月12日連合艦隊伝令作第46号で Z1 作戦要領を発令し西部ニューギニア北岸方面を警戒した。高須は 従来の担当地域を重視したままで、マリアナ、カロリンに配備を進めていた、基地航空兵力の大半を、西部ニューギニア方面に移した。大本営は、中部太平洋方面も警戒するため、マリアナ兵力を南方へ移動させるのは反対だったが、高須は、連合艦隊指揮官としての初心において、兵力を移動させた。連土や、機材の悪化から、移動だけで兵力を損耗し、 到着した飛行機も故障や飛行場の設備不備のため、半数は使用できず、中部太平洋航空兵力は手薄になった。5月3日、豊田添務大将が連合艦隊司令長官に親保され、高須から連合艦隊の指揮権が移った。1944年6月18日、軍事参議官に就任。9月2日、東京で病没。 9月19日、高二級金止勲章受章。母書は、青山霊園。長男は、戦時中に病死し、次男の俊幸は、元日本大学経済学部教授。井上成美、死な方面艦隊参謀長時代戦死総書71巻、大本営海軍部、連合艦隊、5第3弾作戦中期467ページ。 戦士総書71巻大本営海軍部、連合艦隊後第3弾作戦中期469ページ、戦士総書71巻大本営海軍部、連合艦隊後第3弾作戦中期470ページ、戦士総書71巻大本営海軍部、連合艦隊第3弾作戦中期付録3ページ、官報第7701号、助任及び、 事例1909年3月2日。漢方第451号、序任及び、事例1914年1月31日。漢方第3423号、序任及び、事例1924年1月23日。ありがとうございます。